一番最初に驚いたのはなんかキャスト表がすごいページ数になっていて、もうそのもうみんなで驚いて、これはすごいねっていう、ね、めくってもめくってもプリキュアだもんね、プリキュアっていうその衝撃がやっぱ最初一番印象的 で中身を読み進めていくと、やはり そのそれぞれのキャラクターっていうものがちゃんとみんな出てきて、そして話としてもその思い出を扱うっていうところがすごくいいなと思って、やはりこの先輩方がこう面白い作品、楽しい作品をつないできてくださったからこそ、今私たちってこうやって出させていただいているわけで、それの先輩たちのなんだろう、バトンをこの作品の中で思い出として感じることもできるので、とてもなんか素敵な作品に参加させてもらえるなって思いました。各シリーズそれぞれテイストが本当に違うので、それぞれ素晴らしいところがあると思うんです。で、まあ、きっと各チームそれぞれの代は私たちが一番ってきっと思ってますそれは間違いないなんですけど、そこでこうね、こうなんか 何をみたいな、そういうのはもちろんなくて、お互いを認め合いながらも、みんなでオールスターズずっと作ってきたんですが、全員でやるっていうのをまず、去年はなかったので、久しぶりと思って、この間プリアラチームに話をした時に、私たち実はオールスターズ初なんですって言って、あ、そうだよねみたいな話になったんですけども、なんかこの15周年で15作目 でこのハグプリですごくこう大人にも響く部分もあったりとか、なんかうるっときちゃうところもあったりとか、なんかすごくこの時ならでは のシリーズになっているのかなっていうのもありますし、娘と一緒に見ながら、今日のねハグタンが何でしょう、自分の兄弟のような、ね、存在になる、実際ねうちの娘に弟がいるんですけれども、1歳の同じような感じでお世話をしている姿を見ると、なんか愛らしいな、可愛いなっていうのと、ハグタンのことも、私も本当ハグタン大好きで、ハグタン見るだけでハキューとかってしてるんですけどそう、もうなんかキャワタンってすごい思うんだけど、なんかそうすごく一緒にこう見させていただける喜び、またね出ることになるとは思ってもいなかったので、テレビシリーズにもすごくありがたいなというふうには思っています。